何入ってんやろ。意外に軽くない？あ、ちょっと、ちょっと、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。2022年一発目の動画はスケートショップの福袋を購入してみたいなと思います。で、僕自身福袋人生で買ったことは本当に1回か2回あるかないかぐらいで、まあ、あまり福袋信用してません。というのも自分が好きじゃないブランドが入ってたりとか、サイズ違いのウェアが入ってたりとかして、福袋って当たり外れが多いなとは思うんですけど、最近はブランドごとに分かれてたりとかサイズ別に売られてたりするので、まあ、そろそろ福袋買ってもいいんじゃないかなということで、今回人生で初めてですね、スケートショップの福袋を購入してみたいなと思います。で、せっかく YouTube もやってるので、今回はその福袋購入して開封まで YouTube に収めたいなと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。2022年もですね、面白い動画たくさん作っていきますので、チャンネル登録とあとは高評価忘れずにお願いします。それじゃあ福袋購入しに行ってみたいと思います。今回グラビティで購入していきたいと思います。行ってみましょう。オープン。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。すいません、あの突然押しかけてなんなんですけど、あの福袋の方を、はい、出してください。あの事前に実はね、連絡はしてたんで選ぶ感じですね。はい、わかりました。グラビティさん毎年福袋やってるんですかね。やってます。おー、一応毎年やってるんで、1万円のやつと5万円のやつと3万円のやつで、はい、サイズが S から XL まで展開してやってます。なるほど。ちなみに初売りはいつからですか。店頭初売りは3日の13日ウェブは間に合えば1日の方から。1日から、はい、じゃあワンチャンウェブは1日から福袋買えると。まあその辺はちょっと概要欄見ていただいて、はい、僕実はスケートショップで福袋買ったことなくて、今回あの初めて買うんですけど、はい、初めてですか。いや福袋ってなんかあんまいいもの入っとうイメージなくない。まあなんかイメージは。買ったことある逆に。あ、あります、あります。スケートショップの福袋。マジでいい思い出ある。あ、ありますね。割と最近ぐらいまでは買ってたの。マジで交換したりとか。あー、なるほどね。いやー、どうしようかな。やっぱ買うのやめとこうかな。一応大体3万円相当ぐらいのものが。マジで1万円で3万円相当。じゃあ結構当たりありそうやね。君だけ福袋買ったことある。福袋スケートショップの福袋買ったことある。あります。どこで。グラビティです。あ、マジで、はい、じゃあ今年も買うんやね。今年も買いますね。どこまで言ったっけ。あ、金額やね。あ、そうです。そう、2万円の福袋だったら大体5、6万円。おお、マジで。パッて見た感じデッキはもうないなっていう。1万円のやつは日焼けは入ってない。アパレルがメイン。結構かっこいいアパレルいっぱいあるもんね。やらせてもらってます。グラビティのアパレルね、いいのいっぱいあるんすよね。なんでこれがワンチャン入ってるってことでしょ。そうです、そうです。これ嬉しいな。パンツとか入っとったら上がるな。クルキットのパンツとか入っとったら上がるな。うわ、スピットのジャケットとか入っとったら上がるな。でもここにあるもんな、入ってないっちゃろうな。まあそうよね。記念物とかあったらもうプレゼントキャンペーンとかで使ってもいいですか。全然全然、それはもう分かりました。まあ尺もねいい感じで取れてきたんで選びます。はい、1万円ちゃんと持ってきましたよ。で込みで、まあ、1万1000円。 OK、 それはもう。うわー、どうしよっかな。じゃあもうこれで。あ、これでいいです。大丈夫ですか。大丈夫です。これでいいです。何入ってんやろ。あ、でもちょっと意外に軽くない。これ3万円の重み。大体それ。ああ、ほんと。大体。じゃあこの福袋ね、はい、買ったんでこれも俺のものってことで。あ、ちょっと、えっ、
すいません、源氏さん、滑り終わったんで福袋店内で開封してもいいでしょうか。開けます？開けていいですか。よし、開けちゃうよ。まずは靴下、これは誰が買ってもありがたい。靴下は絶対使うもんね。質もかなりいい。ちなみにこれ値段は、ペーパーだったら2200円。おお、じゃあ次キャップ、はい、うわー、俺帽子かぶらんもんな。でもまあ福袋ってね、はい、そういうもんすよね。これ誰かにあげるかもしれないです、はい、お、ちょっと見えてる。お、バッグ。お、これ嬉しい。これなんていうブランド、なんか見たことある。バッグっていうバッグで、オーシャンサイドっていうところでやってるボビーロングっていうブランドが始めたスケートブランド。そうです、そうです。え、めっちゃいいやん。ちょうどね、欲しかったというね。開けてください、開けてください。めっちゃありがてえ、それ。中もこんな感じ。あ、おしゃれ。そうなんです。で、それいくら。税込みで、え、もうこの時点で1万じゃない。え、これいくら、もしいくら。うお、あ、この時点で1万だ。他のやつにもこのぐらいのレベルが入ってる。ランダムなんで、あの物が違ったりとかはするんですけど、はい、大体総合的にこれぐらい。じゃあ次、ね、お、いいですね。いいの来ましたね。ロンティー、ロンティーですね。お、グリズリーやん。お、当たりやん。正統派ブランドのロンティーいただきました、はい、4800円。わ、もうこれで15000円。この時点でも1万円の福袋は元取っていると。余裕で元取っとうね。え、ちょっとなんか生地が、なんかもう大体この流れやったらまたロンティーか T シャツかなっていう感じだったけど、これパーカー生地じゃない。トップスが入ってるので。お、スピットやん。えー、めっちゃかっこいいやんこれ。ちょっと広げて広げて。おー、熱い。めっちゃかっこいいやん。それ俺多分ね、 T シャツでこのデザイン持ってるかな。そう、すげー、めっちゃ嬉しい。え、ちょっとこれいくら。お、他のやつもだけパーカーかトレーナーが。最後はこれで終わり。え、総額いくら。総額まあ大体3万円前後。大体3万円前後。じゃあスケートショップの福袋ゲットしたい方はグラビティで1月1日ウェブショップ、店頭は1月の3日から。概要欄にそれ貼っときますので、はい、ちなみにスケボーも1月3日からいける。いけます。おお、じゃあもう福袋ゲットしてスケボーっすね。やっぱ正月はもうそれしかないですね。はい、じゃあ2022年も1年間よろしくお願いします。めっちゃいい買い物できました。いえいえ、ありがとうございます。ごめんなさい、8万ちょい。3万円の福袋は8万円分。8万円ちょっとぐらい。え、ちなみに何が入っとうと3万円分。トップスが2着です。で、ジャケットが1つで、 T シャツが3枚入ってて、キャップが1つで、ソックスが1つで、シューズが1つで、バッグが1つで、パンツが1つ、デッキ1つで、1つ含みくじが入って。そう、お得な情報やね。まあまあそうですね、かなり。これ多分概要欄に載ると思う。まあ、載せるかどうか俺次第やけどね。え、俺来年じゃ3万円分買おうかな。